てください。リバソング。
ちゃかっこよかったですね。かっこよかったですね。僕ねこう一人で弾いて歌うのものすごい憧れてるんですよ、ね、でも僕ね練習しました、はい、けど F コードで断念したタイプです楽器とかやったことあります？私がピアニカぐらいです、ね、ピアニカ、あピアニカいいじゃないですか。ピアニカで何かできます、はい、何でもできますよ、何でもできますよ、はい、まあ、なんかね、素敵でしたね。素敵でしたよ、すごい素敵でした。そのね、小野崎さんの、はい、CD をこちらをね、物販コーナーでね、はい、CD 販売してますのでね、ぜひぜひ皆様、買っていってくださいね。はい、お願いします、はい。僕も2枚買っちゃいますよ。なんで2枚買っちゃうんですか？いやいや、1枚はもちろん毎日聞くじゃないですか。はい、はい、もう1枚は保存用です。保存用で。大好きになっちゃいました。大好きになっちゃった。ちょっと待ってください。なんで両手になってるんですか？メロメロじゃないですか。いいじゃないですか。まあ、好きなんですよ、とにかく。こっちとかじゃなくて。コータならもう OK です。コータならって呼び捨てやめてくださいよ。ね。アルバムのタイトルが、バッキング・オブ・ライフ。うん。今日のタイトルなんですけれども。どういう意味ですか？直訳すると、生活の裏ということなんですけど、うん、どういう意味が込められてるんですかね。いろんな意味が、はあ、生活の裏ですね。裏側ってことですか？生活の裏側、生活の裏側、人生のなんていうか裏とか、深い深い深い意味とかなと思って、はい、ありますけれど、はい、あもう両手やめるんですね。ちょっともう顔が見えないんで、そうですね。CD でも3枚しかないって言ってましたね。3枚のうちの2枚はダメじゃないですか。みんなちょっと足りないじゃないですか。もう1枚を皆さんで分けていただいて、はいはい、あすいません失礼しました。すいませんですね。じゃあこのままジュニーがいますね、はい、じゃあ次釘山ハボタスの皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。